本日はふるいの2つの製品についてご説明をさせていただきます。まず1つ目が向かって右手にございます超音波式の振動ふるいでございます。そしてもう1つが左手にございます。工具を使わずにふるいを分解組み立てできる構造を持つスマートシーブの説明をさせていただきます。ではまずこちらの超音波式の振動部類のご説明をさせていただきます。基本的には超音波というのは昔からございましたが、今までのタイプにつきましてはこの振動を発生させる振動子こちらの方が中央にございました。どうぞ前の方にお越しください。この網を見ていただきたいと思いますので、この振動子が真ん中にございました。で真ん中のところで振動を発生させます。そうしますと当然ながらだんだんとこう減衰が始まりますので、大きな装置1000型これが700なんですが、1000型ぐらいになりますとややもすれば周辺のところではほとんど振動が発生しない、超音波が発生しないというところがございました。それに対しまして、中央のところにこのようにストレートのバーを設けまして、このバーそのもので超音波を発信させます。超音波で震わせます。そうしますとこのバーの上に全ての網の糸が通っておりますので、周りに対しましても減衰が非常に軽減することができまして、1000型1200型と大きなものになりましても周辺部分でも十分に超音波が効いている、こういうような構造にすることができました。それでは少し実演をしたいと思います。本日ご用意したのはお茶を粉砕しまして、だいたい10ミクロン程度のものの粉でございます。まずは超音波なしの状態で行いたいと思います。はい、ちょっと回しますので、付着性の高いものはもうすぐにこのような形で、メッシュにベターと張り付いた状態になってしまいまして、もうこうなりますと分球はできません。これがだんだん全面に広がっていくのを待つのみという状態になるんですが、ここのところに超音波を入れます。どうぞ前の方に。今超音波が入りました。そうすると付着の方を取りまして目詰まりを除去していきます。今これだん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 と高くなっていってますので、これがずっと最終的には消えるようになりまして、こうすることによって連続で分球が可能になってきます。こちらの方が超音波式の振動部位でございます。それでこの中に出るわけ。そうですね。続きましては、振動部類のところでは基本的にはこのようにバンド、金属製のバンドで締め付けます。これをセットするためにはだいたい700型このぐらいの大きさになってきますと、お二人での作業というのがほぼ必須になってきます。二人でバンドをかけまして、かけた後にこちらにあるネジを工具で持って締め付けていかなきゃいけないという工程が必要になるんですが、それを一人でそれも工具なしでできるのではなかろうかというところで、今回スマートシーブというものを考えました。このこちらのふるいのテーブのところにこのようなチューブシールが内蔵されております。チューブシールエアを入れますと当然ながら膨らんでいきまして、膨らんだ力を利用しまして、機械を固定するというようなところのものでございます。今、チューブシールが効いてる状態ですね。で一度これをリリースをします。前に近寄っていただきまして、ここのところを見ていただくとこれが沈むのがお分かりになると思います。はい、下げます。でこうなりますと、ここのところはもう工具レスで、簡単に、
手だけで緩めまして、であとはもう積み上げ式でございますので、これをそれぞれ外していくだけであります。こちらの方の積み上げ構造というのは他の振動部類と同じなんですが、最後の最後のところに設置しておりますチューブシールによって工具レスというものを実現をしております。でこれがチューブシールを保護するためのゴムなんですが、この溝の中に、先ほどお見せをしましたこのようなチューブシールが入っていってます。少し前に出ていっていただきましたら少し膨らまして見せますので、ご覧くださいというような形で、空気を入れると当然ながら膨らんでいく、その膨らむ力を利用して装置を固定してしまいましょうというようなところであります。今度は組み立ては先ほどと逆にするだけで、はい、でこのリングに対して、先ほどまるっきり逆で、このガイドバーを手締めで、締めていただけましたら、あとはもうチューブシールをオンさせて、はい、でこのチェックランプが OK ならばしっかりとエアが入ってますよという形で、あとはもうこれ手では全然緩みません。しっかりと下から上げておりますので、ここで効いてる状態ですね。はい、で通常通り運転を行う、こういうところで、今少し時間を短縮するために2人で作業しましたが、まあ、通常は1人で、工具を使わずに分解組み立てができる構造となっております。以上が超音波式の振動部類、それと工具を使わずに分解組み立てができる振動部類スマートシールのご紹介であります。どうも。